ハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジ大道芸人山です。はい、現在4月16日日曜日の午前1時14分ですね。はい、ただいまですね、お隣に銀河の2話ですね、見終えまして、アップロード作業、そして感想あらすじをまとめ作業全部終えましたんで、そこから山田君とレベル999の恋をする3話ですね、 D アニメストアで見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また広告入ってきますんで、できれば、1回見ていただいた後に、どこでどんなリアクションしてるのかっていうのを確認していただければと思います。お願いします。いきます、3、2、1、スタート。木下さんね、あかねね、竹の子と書いてるやん、桃子やね。何、帰りたい、ふざけんな、ニコ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 時期尚早ね、女子特に仙台で会話成り立つあれ、FOS ね精一杯のコメント、まあ前回あの山田がね、何高校生やっていうことを知って、なんか告白される瞬間見てしまったよね。でそれが告白やったっていうのを気づかんかった山田がなかなか最低やったけどね。だけどまあね、あの割れたネックレスをずっと持ってくれてね、返してくれたっていうええとこがありので、なんかまあベロベロになったあのモモがね、結婚を前提になんか付き合ってるかって思わなかったですね前回。あ、この北沢雄帆さんって名前なんだっけ、あのあれやね、青豚と鹿の狩り一期のオープニングだってたバンド名飛んだ。何だっけ、ちょっと検索。何だっけ。あ、ザ・ペギーズや。あ、瑠璃姫ね。まあ、寝かまってもんがあるからね。深いしたいなぁか。カタログにするね。よりものすごいうちインしたら一緒に遊ぼう。そうか。お？何これ。わからん。夢川って何？
合コンより浮き足立ってる自分に疑問を感じている。あ、考えるのやめた。下手したらネトゲ廃人やぞこれ。前回あの山田にボロカス言われた。あ、今日誰もギルメンさんインしないね。いる、寂しいな。あかねちもから平日ですからね。さっき来るって言ってたのに。なんかギルド設立した頃思い出すね。あれ、いい雰囲気、なんとなく入り込めない雰囲気。どうも、私お邪魔じゃない？ニコニコニコ。電話。だからルリ姫もやっぱり男なんじゃない？はい、また後で。ドライやな、相変わらず。山田プロゲーマー、そういえば山田プロゲーマーやったな。あ、あのタケノコ、タケノコ男や。知らんな、これは。精一杯なコメント。
山田と会ってんちゃうこれやっぱりこれ瑠璃姫絵本だなこれ。ものすごい服装やな。タケノコマンの話何も入ってないな。尾行すんのかな。山田に惚れとるなこりゃ。瑠璃姫かな。あかねちハロー、今お暇。瑠璃ちゃんハローとしたの。あかねちねえねえ FOS ニュース見た。コラボカフェがオープン、よかったら一緒に行ってみない。一緒にさっきばったりじゃあ邪魔なくなった邪魔なくなった。あっ他のギルメにもどうなのこれ、どうなのこれ。山田の妹とかか。いやちゃうか。ルリアカネチとオフ会したいな。ダメかな。お願い。オッケーだよ。行こう。これ寝かまちゃうんかな。ほんで、そこ心配やね。これ。メガ弁蔵さん、吉列大百科の弁蔵さん、メガネ取った時の、うん、早く茜ちに会いたいな。ネトゲのオフ会、それ大丈夫だったと思うんですよ。あ、これももちゃんね。山田もいるし、それなら安心だね。楽しんでおいで。いやー瑠璃姫ほんまにあれか。花屋さん、止まった。ああ急いでて。すみません。え、これ瑠璃姫ちゃう？瑠
り姫。むちゃむちゃしゃべりやん。なんぼほどしゃべんねんこれ。いやこれ本物やこれは。これやっぱルリ姫ちゃうんかい。どうなん。妹じゃないのかこれ。ちゃうんかな。うん、かわいい。違うやろこれ。鼻落ちたな。絶対さっきの音がルリ姫ちゃうんかい。いった。これルリ姫やろ。あのおっさんが可愛いことになってる。で終わったで。おい、あ、花江夏樹さんと角間愛さんね。ほう、めっちゃ早いぞ。え、3分ぐらいシーパートあるんちゃうこれ。引っ張るな。
めっちゃ戻るなぁ。あ、ここまで戻る。意識を失った人間は重たい。チームの連勝の山田オフライン。山田は FPS ゲームのプロチームに所属している。谷やん。ジュース入ってるやつもんな。どういう感じだよプロジェクト。あ、ほんで自分リテラシー引く。無理ゲー。やっと寝た。ああ、どこで待ってんねん。急に終わった。あ、吐くって言って、あれか。え、結局、ちょっとオフ会のメンバー、誰が誰か分からへんかったな、これ。うん、まあまあ、とりあえず今回、ここにタケノコって書いた、目見えへん男子キャラ。まあ、あれは完全にモブやわな。モブやんね、あれ。今、一応ちょっと今、キャラクター表を出してますけども。このおっちゃんキャラクター表にいるんやね、これ。鴨田武蔵っていうんや。まさかこのおっちゃんキャラクターページにいるとは思わなかったな。まあまあ、ちょっとあともネタバレになっちゃいかんし、見んとこ。うん。ね、ここでもしピッと見て、これがルリ姫とか分かったら嫌なんで。ちょっと誰か分からないな。まあ、とりあえず、まだ合コンには時期尚早やったっていうことで、まあ、アイコンタクトでなんとか通じ合ってね、ももちゃんと。うん、まあ離れたけども、その時にすれ違ったゴスロリッコが果たしてね。でまた大学、まあもう完全にだからもう山田に惚れとるというちょっと自覚、まだ無自覚か。うん、ねログインして、でそのももちゃんから、それってもしかして女子のふりしたおっさんとかじゃないのっていう言葉はやっぱまあ気になるところね。そらその通りやし。
でログインしたところで、どうやら山田と瑠璃姫が今2人の時はなんか良かったねみたいなことを話してたのも、まあ意味深やけども、果たしてなんなんやろね。でちょっと相手されへんかったもんね、あの、あれ急に、あー、茜ね、木下茜ね。まあそして、山田とあのツインテの女子が一緒にいるところを見てしまったけども、果たして。でまあ瑠璃姫からオフ会誘われて、とりあえず行くことにした。で行ったところで、迷ってるところであの瑛太という男と出会ったと。で瑠璃姫ちゃん、瑛太って呼びよったんか、あのちっちゃい女子が。で、まあ果たしてどうなんかなってことはね、ちょっとキャスト欄だけ目指します。18分過ぎて確かあれやったな、この辺かな、ちょっと名前がわからん、ちょっと一応キャラクター表見ひんようにします、ネタバレくれるとまずいんでね。佐々木瑛太、佐々木、あ、もうルリヒメって書いてるやんか。あれがほなルリヒメで追ってたんや。佐々木ルナがルリヒメか。あ、ほなあれがルリヒメで追ってたのね。ここで、まあここでネタバレは仕方ないか、キャストないしね。あ、鴨田武蔵おったわ。あ、キムってのは王の、友明さんって言うんだけど、これあのあれやね、あの去年の春アニメの友達ゲームの、名前忘れた、あのメガネのやつや、天智や、天智、なんとか天智、まあ前か、合コンの男、あれ千葉翔也さんやったんや、どこに誰使ってんねん、ね、綾小路ですよ、あの妖術のね、綾小路、清高ね。まあそうやし、とりあえず瑠璃姫はあれ瑠璃姫で思ってたんや。だから瑠璃姫と山田の関係が分からへんな。であれなんで時間バーン巻き戻してあそこまで戻したんやろ、あそこまで戻した意味をちょっと考えたいな、何のために戻した。まあ山田も、ああ恋愛って大変なんやなっていうのを分かってしまったっていうことを、まあいいや考えます。はい、ということで山田君とレベル999の恋をする3話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介タイムなんで、興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響により、約3年2ヶ月にわたって仕事がない状態、貯金だけでなんとかやってます。で3月3日までには48連休を経験、10月以降はインボイス制度というものがスタートするんで、まあ貧乏人いじめの悪法と言われてますよね。収入が多かろうが少なかろうが 10% 国に持っていかれます。まあ正直生きていける気はまあしてないんですけども、そんな中でアニメのリアクション一応自分なりに頑張ってるつもりです。ただ去年の4月の25日に一度だけメンタル粉々になって、リタイア宣言しましたけども、皆様の応援のお声をいただき、結局休むことなく今日まで続けて1116日です。ただ一昨年の、8月18日から2020年の4月頭にかけて約1年5ヶ月分推定2000本以上のリアクションの動画、自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。まあ、それを乗り越えてやってますけども、13年以上使ってるこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったんで、昨年の9月の14日に新たにパフォーマーのチャンネル作りました。ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本動画投稿してます。URL を説明文に載っけてるんで、1本でも再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただけると大変助かります。で過去のアニメのリアクションは再生リストの作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクションにこと、マジアジョギニハマでした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。